5月24日火曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。洗濯物の外干し日和となります。ただ西日本や東日本の山沿いでは天気が急変する可能性がありそうです。空の変化にはお気をつけください。南西諸島方面も梅雨空が続いていきます。強雨や雷雨にはお気をつけください。気温を見ていきますと西日本や東日本では夏日となるところがあります。その他ですと30度を超えるような真夏日地点も出てくる見込みです。暑さには注意をしてお過ごしください。一日の体感差にもお気をつけください。詳しい情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。